ストーンさん、こんにちは。今回ですね、株ですとかマーケットを見ているストーンさんなりの視点でいろいろとお話をいただきたいと思いまして、この動画を配信させていただいております。私も FX の投資家として、世界中のですね、金利差、価格差っていうものを追って追っかけている立場でございますので、同じような視点をお持ちなのかなと思います。例えば今ロシアがああいう状態になってますよね。エネルギーの輸出とかが非常に難しい状態になってます。当然ですけども、ほとんどの国がエネルギーは欲しいわけですよ。ヨーロッパも日本も同じです。で、今までロシアからの輸入に頼っていたエネルギー資源、液化天然ガスですとかね、その他シェールガスとか、さまざまあると思いますけども、こういったものの取引を停止することによって、当然どっかから仕入れないといけないですよね。ということは、その仕入れ先が漁夫の利を得るってことになるような気がするんですよ。悪く考えてしまえば、今回の騒動ってのはアメリカがベストなタイミングで仕掛けたとも言えるのかなと。当然ですけどもね、そんなことを、関係なくロシアが他国を軍力でね、軍事力で攻めるみたいなことをするのは論外ですけども、でもその状況がもし訪れるなら、各国協調に働きかけて一兆アメリカの漁夫の利を得てやろうということでね、アメリカの産出した石油の先物とかがドカーンと値上がりするんじゃないかなと思います。以前ストーンさんが言われてましたけども、原油の価格が20倍になるみたいな話がありましたよね。あれがまさに起きようとしてるんじゃないかなと思うんですよ。で、値上がりした後その値が落ち着いたとしても、間違いなく現在の1バレル100ドル以下には下がらないんじゃないかなというふうに考えるんですよね。で、そこでもう一つの勢力ですけども、中国ですよ。中国はですね、特に今回のロシアの締め付けに、対ロシア戦略にですね、乗っかっているようないないような感じですよね。つまり中国としては、自分たちの国力を一番高く買い付けてくれる勢力に組みしようと思ってるんではないかなと思うんですよ。ということはね、世界の潮流といっても G7 を中心とした、EU 圏、日本、アメリカというこの3つの軸ですよね。ここに歩調を合わせるという方便で、取引をするのか、そして交渉条件を別に設けるのか、もしくはロシアと協調してですね、ロシアの原油を安く買い取ることによって、チャイナマネーをロシアに流すというふうなね、ロシア中国連合っていうのができるとすると、これはまた脅威かなと思うんですよ。そういうふうにいろいろと考えていく中で、世界はつながってますんでね、今回ロシアも経済的な打撃を受けますけども、当然ですけども、ロシアの資源に頼っていた私たち日本も、そしてその他のヨーロッパの各国も、結局はエネルギー資源をアメリカから仕入れることになったら、またアメリカの一人勝ちなんではないかなっていうことと、ここでね、中国に仕入れ先を求めたとすると、中国はかなり高く売りつけてくるんではないかなと。例えばヨーロッパから安く仕入れた石油の原材料、エネルギー資源を持って、エネルギーを増産して、それを世界中に売りさばくということをすればですね、ロシアは経済封鎖をされているようでいて、安いけれどもお金が手に入るってことになります、中国のおかげで。で、中国はしっかりと利益を乗せた後、各国にエネルギーを売り歩くということができて、まさに漁夫の利は中国なのかなということですよね。またですね、ロシアにもしかしたら軍事的に協力をしないとも限らないですよね。そういったものを少なくともちらつかして、アメリカ、EU と交渉するのかもしれません。いろいろと考えることはあります。で、仮に今回ね、ロシアとウクライナの関係がどうあろうとも、それを口実に中国が台湾とか、それから尖閣諸島への領有権をまたこじつけて迫ってくるような雰囲気もありますね。あと北方領土ですよ。今回どさくさに紛れて北方領土取れなくもないんですよね、実は。でも取れなくもないと思ってるのが、日本ではなくてね、日本だけではなくて、中国やアメリカも考えるとしたらどうでしょうかね。いろいろと考えが膨らむんですけども、その中でやっぱりね、当面の原油先物、その他の資源、こういったものはどうでしょうかね。
日本に分があるのか、それともアメリカに触れていくのか、この辺を株のトレーダーとしてストーンさんからもお話しいただければ幸いでございます。でそれにつれてね、今のうちに仕込んでおいた方が良い、まあ先物など株式などありましたら、なんとなく今日の時点での個人的な意見としてねお話しいただければ、もちろん状況の変化によって銘柄が変わっていくのはもう織り込み済みで、明日になったら全く違うような銘柄を支持する、これでも OK だと思うんですよ。そのぐらい情報が入れば判断が変わるっていうのは投資の世界で当たり前のことですからね。この前言ったことを整合性取れないじゃないかなっていうふうに言われるのは投資家としては別に当たり前なんですよね。判断をどれだけ早く変えていけるかっていうことが大事ですからね。はい、じゃあストーンさん、またコンテンツの方よろしくお願いします。